際親善のため国賓としてご来日になったマレーシアのサイドプートラ元首とバドリア王妃はご多忙な日程の中を6月22日長良川の鵜飼をご覧になるため岐阜県へおいでになりました。岐阜駅には松野知事がお出迎え、両国の国旗と歓迎の人波の中を一路長良川ホテルへ向かわれます。ご休憩の後、夕闇迫るフルツで菊花丸にご乗船。墨絵のような金華山の背に深紅の鵜飼を映して繰り広げる古式情緒豊かな長良川の鵜飼。両陛下は日本情緒を心からお楽しみのご様子です。続いて鵜匠から鵜の生態について興味深くお聞きになりました。マレーシア元首王妃両陛下のご来店は両国の親善に大きな役割を果たしたことでしょう。小雨そぼ降る6月14日、生涯を政治に捧げた自由民主党副総裁大野万木郎の県民告別式が岐阜市民センターでしめやかに行われました。遺族の胸にしっかりと抱かれた御霊は県警音楽隊の奏する早々行進曲に迎えられて正面の祭壇に静かに安置されます。悲しみも新たに遺影の前で告別の言葉を述べる松野知事。引き続き参列者全員が黙祷、王の冥福を祈ります。多くの政界や財界人が見守る中で喪主大野正氏が献花。続いて参列者の全員が霊前に菊の花を捧げて遺徳を忍びます。郷土の生んだ偉大な政治家として王の偉業は岐阜県政史上にいつまでも残されていくことでしょう。今建設中の県民体育館の隣に新しく建てられる県庁舎の起工式が7月14日岐阜市薮田の現地で盛大に行われました。地震祭には郷土選出代議士をはじめ各界の代表およそ800名が参列、工事の安全を祈りました。厳かな神事の後、松野知事が敷地の一角に鎌を入れ仮初めの儀を行いました。こうして時代の流れとともに県庁舎の姿も大きく移り変わっていきます。代官屋敷を思わせる明治から大正にかけての県庁舎、大正13年に総工費およそ70万円で建設された現在の県庁舎、そして新しく建てられる県庁舎は総工費24億5000万円、地上12階の近代的な建物です。建設地の面積はおよそ16万平方メートルで、岐阜市南部の交通の要衝、目覚ましく発展する岐阜県にふさわしい行政のセンターとして、昭和41年の春には立派に完成する予定です。郷土の道づくりに大きな役割を果たしている岐阜県独自の軽舗装が簡易舗装のモデル工法として建設省や全国都道府県の道路関係者に紹介されました。これは昭和39年度から簡易舗装が国の補助事業に決まり全国各府県でも取り入れることになったため、まず岐阜県の軽舗装工法を現場で見せて簡易舗装技術の向上と普及を図ろうというものです。岐阜県では
県単独道路整備5カ年計画や緊急3カ年計画などを立て、すでに県道を中心として昭和33年以来およそ 900km の軽舗装を実施しました。この軽舗装は施工経費も安く工事も簡単で短期間にできるのが特徴です。工事見学の後、岐阜市商工会議所で関係者の熱心な質疑が続けられました。やがて岐阜県の軽舗装工法が全国各地で取り上げられ、新しい道づくりに役立つ日も近いことでしょう。6月15日、東海北陸地方知事会議が岐阜市長良藩のグランドホテルで開かれました。東海北陸6県のほか、滋賀、静岡、長野県からも参加。松野知事を座長に選び、東海と北陸共通の行政問題を協議しました。中でも東海と北陸を結ぶ東海北陸自動車道の建設促進には関係県が一体となり、国に対して強力な運動を展開することを満場一致で決めました。この東海北陸自動車道の構想は、名神高速道路の一宮インターチェンジから国道156号線に沿って岐阜県を縦断、富山県砺波市に達する4車線延長 180km の高速道路です。こうした熱意が実を結んで、東海北陸自動車道建設法案は6月25日異例の速さで国会を通過、8月11日には岐阜市商工会議所に関係者が集まり、建設法制定の祝賀会が開かれました。翌8月12日、党派を超えて建設法の成立に努力した郷土選出国会議員の一行は、松野知事の案内で建設予定路線の現地視察。歓迎に沸く地元民が日の丸の旗を振って出迎える中を一行は八幡町に到着。沿道の町や村では早期着工などについて活発な陳情が行われ、東海北陸自動車道の建設に大きな関心と期待が寄せられています。この道路の実現によって、東海と北陸との距離は大幅に短縮され、沿道市町村の産業の振興や観光開発が大きく進められる日も近いことでしょう。